眩しいですか。あ、行っちゃった、行っちゃいました。ハロー YouTube、 こんにちは、相川です。先ほどですね、国道を走ってたら、さすがに今日曇りだったからか、ちょっとお兄さん眩しいですよってね、言われたんですね。ちょっとつけてみますね。ちなみに今ローの状態です。これがローですね。結構ね、 LED だからローでもね眩しいんですよ。こんな感じで低いとね、やっぱ眩しいです。で、 SUV のドライバーの方だったんでね、高さ的にはまあこれぐらいかなと。ハイにしてみますね。これでハイにしてみます。はい、これでハイビームにしてみました。ちょっとカメラをね固定して、向こうの方からねちょっと走ってきてみたいと思います。ローにしたりハイにしたりね、切り替えてちょっと比較したいと思います。目線的にはですね、 SUV の方だったんでこれぐらいですかね。これぐらいの位置にちょっと置いて、向こうの方からね走ってみたいと思います。危ない危ない。じゃあまずはですね、はい、ロービームから走ってみます。これでどうでしょう。どうすか、眩しいですかね。はい、こんな感じですね、ロービームはね。これでどうでしょう。どうすか、眩しいですかね。はい、こんな感じですね、ロービームはね。次ハイビームにしてみます。ハイビームにしてみます。これハイビームです。どうでしょう、眩しいですか。やっぱり眩しいかな。ハイビームにしてみます。これハイビームです。どうでしょう、眩しいですか。やっぱり眩しいかな。安全運転でね行きましょう。